この町に住む僕は、この町の昔を知ることが好きだ。時に、昭和45年に、根室市文化協会から発刊された、根室市100年記念文化史を開いた。当時からたくさんある文化クラブの記念誌だ。文芸、美術、音楽、踊り、生け花、そして写真。その写真クラブの中に、僕の知らない若き頃の父親の姿があった。昭和40年代、根室に多数の写真クラブがあった。父はそのどれにも新人として所属し、アマチュアカメラマンとして写真の腕を磨いていたようだった。一つは紅葉堂カメラ店内にある昭和37年4月1日に発足された根室写真作家集団に昭和41年入会の記載。父が入会時の春季市民展を根室市民会館で行う予定であったが、公民館別館の火災事故で延期となったようだった。そしてもう一つは昭和40年2月に発足された北海道写真協会根室支部にも入会し、昭和44年第16回写真道展に入選したという記載もあった。僕は若き頃の父親の記録をこの年で初めて知った。そして本当に久しぶりに親父に会った気がした。そういえば古い親父のアルバムがあった気がする。そのアルバムを見つけると、写真の総合商社、紅葉堂、1972年6月新築記念、そう書かれたアルバムがあった。当時の若き日の父は何を思い、何を切り取ったのか。僕はそっとそのアルバムを開いた。そこには昭和40年代の根室の風景が広がっていた。僕の知らない当時の根室、僕の知らない親父の視点、その視点は根室の暮らしにフォーカスされていた。
当時の根室の風景や生活、ここで暮らす人々の表情、カメラを向けシャッターを切る、そんな親父の姿を想像してしまう。残り少ないアルバムのページ。ああ、まだ僕はここにはいないんだなぁなんて、そんな感傷的な思いを込み上げながらページをめくっていく。そして最後のページ。唯一のカラー写真。雪が降る夜。写真写りを気にして表情を作る僕がいた。思いもよらぬ最後の写真に嗚咽が漏れた。カメラを向けている親父に言われるがまま、素直に写真に収まったのだろう。写真に写る僕の目を通して、雪が降る夜に目の前でカメラを向けている親父が見える。おお、いい顔でが。そんな親父の声が聞こえたような気がした。